エルミタージュのオリビエサラダの再現オリビエサラダ、サラートオリビエとは、ロシア料理のサラダの一つである。サラートストリーチヌイの名称でも知られる。モスクワのホテルレストラン、エルミタージュでシェフを務めた、ベルギー人、ルシアン・オリビエによって考案された。オリビエサラダが出されたエルミタージュは、1864年に、モスクワの商人ペゴフの出資によって開店した。合するために、 地方から上京した地主たちは、エルミタージュのフランス料理を好み、出された料理の中でも、オリビエサラダの評価は特に高かった。その製法、特にオリビエのマヨネーズのレシピは明らかにされず、味を正確に再現できたものはいなかった。オリビエが亡くなると、本来のレシピはわからなくなり、エルミタージュは1917年に、ロシア革命の煽りを受けて閉店した。 その後イルミタージュは営業を再開するが、この時代に出されたオリビエサラダはオリジナルと大きく異なっていた。ソ連時代、レストラン、モスクワの料理人でオリビエの副料理長を自称するイワン・イワノフが本物のオリビエサラダと同じとされる首都サラダを作った。現在のロシアでは、レストランや食料品店ではオリビエサラダや首都サラダの名前を冠したサラダが提供され、 一般家庭では、新年にオリビエサラダが作られることもある。ザクウ好きのひと品ともされる。ジャガイモ、鶏の胸肉、片茹で卵、きゅうり、人参、きゅうりのピクルスなどの野菜を材料として使用する。オリビエは、ライチョウの肉を使用していたと言われ、季節によってザリガニ、子牛の下、カモ肉の燻製、西洋用小炉などが加わることもあった。鶏肉は、 ふかすか茹でるかして加熱し、菜の目切りにするか、もしくはほぐす。他の野菜と茹で卵は菜の目切りにし、人参は塩茹でして火を通す。小さく切った肉と野菜、卵を塩と胡椒で味付けし、最後にマヨネーズであえ、仕上げにハーブやプチトマト、黒オリーブなどを飾り付けて完成となる。口当たりをまろやかにするために、サワークリームや砂糖を加える場合もある。 また、ロシアで市販されているオリビエサラダの中には、ニシンやカニを具材に使用したものも存在する。ハムやソーセージが入ることもある。オリビエサラダは、スペイン、イタリア、イランでも人気がある。ロシア風サラダオリビエサラダは、スペイン、トルコ、東ヨーロッパ、中央アメリカでは、ロシア風サラダとして知られている。茹でたジャガイモなどをマヨネーズで和える点は同じだが、 肉類が入らないことがあり、トルコやコスタリカではテーブルビートが入る。スペインでは人気のあるタパスである。ありがとうございます。